女。本書はハトマラ十分け、妙法蓮華経、406年分け。大正蔵、第9巻、能262の視点である。さら、に3つの視点を付録として加えた。すなわち、愛後世の誰かが訳してら十分けに組み込んだ。部分、6世紀頃かの視点に部分訳だが古いわけである。薩久森屋ダリア、西進む台。大正蔵。第9巻、能265の視点、三ら十分けの部分まと解訳である。天使な妙法蓮華や、601年分け。第、肖像、第9巻、能264の視点である。したがって、前著、聖法華視点と本書を合わせて、法華経のすべての簡訳の視点が揃ったことになる。本書を執筆するにあたり、筆者は前著と同じ方針をとり、前景の経典から口語まと表現、普通。教え語、落とし語を中心にして約2200項目を選び注釈した。それ以外にだらに約200項目も取り上げた。基本的に、漢義以前の文献に見え、しかも同じ意味で使われている平名が、語彙は省いた。しかし、難解なあるいは興味深い語彙は取り上げた。各項目には本本。漢配分難字を交換本及び軸方語分け、聖法華経、大正9巻初集などの対応語を併。記し、さらに英訳語を付した。ラ十分けは中央アジア出土写本、弾丸に近いので、唐島。1992、252F を参照。それらの読みにできる限り注意を払い、それらが漢配分難字を交換本の読みと異なる場合は、併記した。本書を執筆するに際して、妙法蓮華経に対する道を、悟は、吉蔵などの注釈と英語、仏語、独語、現代中国語の翻訳及び日本語訓典、訓読本を参照した。とりわけ、レオン。ヒューリッツの優れた訳中、スクリプチュアーオブザ・ロータス・ブロッサム・オブザ・ファイン・バーマ、トランサテド・フロムザ。チャイニーズ・オブ・ KUM ・ラズリー・エイ、ニューヨーク、1976。コロンビアユニバーシティプレスからは多くを学んだ。英訳。書やその他の英文参考書に見られる英訳語より適切な英語表現が見つからなかったときは、それはしばしばであったが、断らずに借用した。しかし、これら現代語分けに見ら、出る解釈と筆者の解釈が異なる場合も少なくない。現代中国語訳中の一冊を読けば、その他の訳者たちは意識しているとしていないとにやず、日本の伝統的解釈、訓典を予備訓読の影響を受けていることは明らかで、その一方で、中古漢語の近年の研究成果にほとんど注意を払っていない。前述の現代中国語訳中は、しかし、はなはだ不正確でもり、せんなもので、あまり参考にならない。いかに、従来の解釈と筆者の解釈とが異なる例を、いくつか挙げることにする。まず、ぜ、菩薩十奈二三昧、
自能女性在所あげん、土立ち主上。56バイト13 F 王、岩波文庫方は、この菩薩なに。なる三昧に従して、欲は在所、あらゆるところに現して、主上を土立つ。クエルヤ、岩波文庫本、下、236ページと書き下し、ヒューリッツはインフィッチサムダダズ。ディスボドサタドーイ、ザットインディスウェイ、フェアイルエイチーメイビー、エイチーキャンメイクマジカルデーモンストレーションズ。アンドレスキューリビングビーイングス。P309 と訳している。しかし、在プラス、ところプラス動詞は、自在に。アスルの意味であり、本書353ページを参照、在所アゲンは、自在に変現するという意。味に解釈すべきである。また、オーメレン。小仏秋七宝道長表金札花香力学寺供養書。仏頭廟、22AHF の、長表は、長く、金札を表し、岩波文庫本、上、320ページと訓読。され、Making Long Displays of Golden Chattlers、ピューリッツ、P128 と訳されている。また、イヤリキ投資地宝寺表札人口広自然省至る梵天、46A7F の表札は、塔上に、高く表出する朝をと注釈され、同、下、350ページと訓読され、ディスパイキングエーシャトラ、同、9、P254 と訳されている。しかし、この場合の、表は、表すという意味ではなく、上りやるいは、またの意味である、本書22、32ページ参照。また、動詞ミシャーが心小発不和進む節由みのるり、18センチ 8F は、動詞に捨てられし、我が心を感じた盲がこなり、はじめ肝心して実のり、ありと時たまわざるは、同、上、258ページと書き下され、The teacher made a show of indifference, for H.E. knew our thoughts. H.E. never urged U.S. on by telling U.S. that we should gain a real advantage. Hewlett's P97 と分けされているが、この、身は、受け身を表すのでもなく、まして、見せるという意味。でもなく、ある人の行為が他者に及ぶことを示す語なのである。この用法は中古漢語文献に頻繁に見られる、本書131ページ参照。したがって、上の文は、動詞は、私たちを放置して、私たちの心を観察していたから、私たちを励ましたり、真実の美、意味があること、を説いたりすることは全くなかったという意味である。本書に引いた例文には、新しく苦闘を施し、また、基本的に中国のシルベテン方法に準拠して、引用符号や、などの符号を付した。これら苦闘や符号で蔵に示した筆者の解釈が、従来の解釈と大意に異なっている場合も少なくない。例えば、しか我ら深い方便あり諸説。
はじめ文仏法、偶弁真珠、C、鳥屋、純仙地球 F は、しかるに、我らは方便してよろしき。にあてと彼氏ところをわからずして、初めて仏の法を聞き、偶、たまたま弁地真珠し、し、おもんびして証を取りたればなり、岩波文庫本、上、136ページと訓読され、However, 真相に。Did not understand that the preaching had been based on evident devices and accorded with fact. Was appropriate to the particular circumstances. When we first heard the Buddha's Dharma, directly.We had encountered IT, we weighed IT, accept IT, had thoughts about IT, and based conclusions on IT. Q-Rich と P49 と訳されているが、筆者は最後の部分を私たちは悟りを得た。と、勝手に思い込んでいたと理解する。筆者のこの新しい解釈は、引用符号で示されている。もう一つ例を挙げれば、阿諸子唐文仏入り涅槃お能の日、仏滅一なに早。5A14F は、あの諸子唐は仏が涅槃に入りたまわんと聞きてお能の、非能を抱く。仏の滅したもうこと一に何ぞ早かなるやとと訓読され、同、58ページ、フェンザ。サンズオブザワールドハイフンオノレッドアンハードザットザブッダワズエンテリングニルエー、ユイチハーゴアードグリーフ。アンドアンゴーチ、開きカッコセイング閉じカッコ。一重引用符ホワイマストザ・ブッダズ・エティンクション・ビーソン・スイフト一重引用符キューリッツ P19 と訳されているが一難はなぜではなくてなんと早く仏は入滅されることかと驚きを示すこの筆者の解釈はで示されているのである。従来の解釈が筆者のものとは異なるが、本書で示すことができなかった例も沢山あり。その中には、例えば第11品、御宝盗品という名の問題がある。これは、従来は、大衆が宝刀を見る、岩波文庫本、中、343ページとかアパリションオブザインウィード。STPA、キューリッツ P.183 などと解釈されているが、仏が宝刀を見せると理解するのが、正しい。この場合、見は、現の意味である。これらに関してはまたこう改めて、示すことにしたい。したがって、本書は機械的に作った作品では決してなく、前著同様、筆者の法華経に対する解釈を大意に盛り込んだ書なのである。しかし、法華経が、アジアの宗教近しゅえ、最も影響を、与え続けてきた書物の一つであり、おそらく最も研究されてきた仏典であるということを考えるとき、多くの欠点や異論のあるに違いない本書は完成というにはほど遠い。もし筆、物が後に3年を本書の執筆にかけたならば、もう少し正確な、完璧に近い視点になる。10たかもしれない。しかし、筆者にはそれを続ける集中力がもはやない。
同じような研究をすべき経典がまだ数十もあり、本書執筆と並行してすでに8000章般若経及び無量寿経の振るわけ旧約の視点を書き始めた。将来法華経の中央アジア出土本語写本とこ単出土の知られている限り在庫のチベット訳本およびいくつかの振るわけ旧約の漢訳経典の文献学まと研究を成し遂げた上で、できればこの一見読み益そうでその実性格に読解するのは難しい。妙法蓮華経の研究に再び戻ってきたいと考えている。本書は、2年半に及ぶ筆者のささやかな努力と、尊敬する先生方からの温かい励ましと、親友たちのかけがえのない応援と、そして、家族のその間の忍耐の産物に他ならない。聖法華師典を出版しても、筆者の知る限り6編の書評が出た。そのいずれもが簡訳。仏典の視点を書き続けるよう筆者を励ましてくれた。その点において、筆者は書評執筆者。シュシュトン・H・バレント教授、ジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・アジアティック・ソサエティ、シリーズ3、10開き括弧2000閉じ括弧、マガリタ。I。オロビュア・ハイフン・ディジアトスカヤ教授、マナスクリプタ・オリエンタイア2分の5開き括弧1999閉じ括弧、イムラ・ハマール博士、アクタ。オリエンタイア52開き括弧1999閉じ括弧、イグスコミットハイフンギンツァ教授、オリエンタイスティスチェイテレタスエイタング95開き括弧2000閉じ括弧。序文館史、大和学館1開き括弧1999閉じ括弧、バート・ギュッセイン博士、アジアティスチェスタディエン2/3開き括弧1998閉じ括弧小括弧終わり2万項の謝意を表したい。ただ、最後に挙げた中国学への不十分な理解を露呈した書評からはほとんど何も学ばなかったが、また、筆者の前兆を読んで励ましてくださったり、誤植や誤りを指摘してくださったその他の方々にも深くお礼を申し上げたい。中でも、多数の訂正すべき点をご教示くださった超優。泉教授、浙江大学、五島清隆氏、主治医大学に特に感謝の意を表したい。入谷義隆先生の本書に対する意見をお伺いできないのは残念である。先生の比叡平のお頃、宅で月に一度開かれていた研究会、お山の会に、ドイツより帰国後1995年から先生の、お亡くなりになる1998年まで参加させていただいたことは正しく幸運であり、そこで学んだ。事柄は筆者にとってかけがえのない財産となった。先生はしばしば、岩波文庫版の、法華経の句読や書き下しには、先生が指摘して改められた箇所も少なくないが、まだまだもう、大点が多いとあておられた。事実、筆者は先生宅の今の本の山の上に、書き込みとて、精の入った岩波文庫本を見たような気がする。奇妙に思われるかもしれないが、筆者の一連の視点執筆の着想は、90年代初めのある日の、
当時筆者の指導教授であったフライブルク大学インド学教授オスカー・オン・ヒヌバーン博士との会話に遡る。先生はフランキン・エッジャートンの仏教根高本語文法及び辞典の問題点を指摘しながら、将来の仏教本語の辞典は、例えば、大衆部出世兼部の仏教本語辞典といった、ように部派前に個別に編纂すべきだとあだ。この貴重なヒントがきっかけとなり、筆者はいくつかの本語文典と漢訳文典との視点を並行して書き始めたのである。このヒントを与えてくださり、留学中から今日に至るまで絶えず励ましてくださり、また多方面にわたって助けことをしてくださる先生に深い感謝の意を表したい。コンピュータ操作やソフトウェアに関して懇切に教えてくださった筆者の京都の友人たち、神野安修行、全文化研究所、水田高道、仏教大学、金岩和弘、同、金田康志俊、同の、諸子及び同僚の工藤純子れ氏に対して心から感謝申し上げたい。また神野氏は、巻末につき、下作品及び部種別作品の作成にもお助力くださり、金田氏は五十音順作品を作成してくださった。神野氏は、さらに、巻末の逆引き作品に関して、他校の看護大指定作、院編纂の経験に基づく有益なご助言をくださった。さらに、親切にも本書の数万二の語、十一、ルボン巻の引用文とそのページ数、行数をいちいち確認してくれた陳明博士、北京大学に心から感謝したい。また、研究所図書室の鈴木直子女子も書本本からの引用文を確認してくださり、創価大学の留学生、小志津女子、中国、李桜女子、中国、張宝月女子、台湾は看護、文献からの引用文を確認してくださった。上記書士のお助力のおかげで、筆者の目を逃れた差は、山の誤りを直すことができた。深く感謝したい。また、幾度も原稿を読んで英文の誤りを指摘してくださったピーター、ライト氏に謹んで感謝の意を表したいと思う。筆者は久しく、昼間は研究所で本語写本の研究をし、平日の夜と土日に、漢訳文典の試験を執筆するという習慣を保ってきた。家族を顧みず、また休日らしい休日も取らずに、うち、や旅先で本書の執筆に専心する私に、文句も言わず、支えてくれた妻、雲青に心から感謝の念を捧げたい。彼女の大きな忍耐と理解なしには、このような短期間で本書を書き終え、ることなど筆者には到底不可能であった。A. Glossary of K.U.M. Rajah's Translation of the Lotus Sutra 妙法蓮華経辞典静止から島から島上を志デジタルバージョンデジタルアーカイブスセクションライブラリー&インフォメーションセンターオブバーマドラムブッディストカレッジ法鼓仏教え学院阿諸氏陣屋方阿倉悦司組
低ソース http://goodstinformatics.doc.edu.com/wise This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License。本著作係採用総用 CC Attribution-Share Alike ジュア上巻ジュア。バーバドラム・ブッディスト・カレッジ。法鼓仏教え学院 http://www.doc.edu.com/w 台北2013年6月13日トトス /drive.google.com/file/d